それで、実際どの辺が、変わるっていう話をね、まあ一応、正面ぶっちゃけて聞いたんですよ。たら、まだはっきりしてないけど、その全体的なデザインはね、そう極端にはね、やっぱこう売れてる車はね、フリード売れてますからね、まあ売れてる車は極端にね、変えれないっていうのはね、やっぱあると思うんですよ、メーカーさんではね。うん。で、まあ雑誌とかなんかのそのイメージ、その想像図、多分こうなるだろうっていうね、想像のその CG 図みたいなのを見ても、まあ極端にはあんま変わってないですよね。うん、ただ、フリードはね、車体の割に、バンパーがね、後ろから見て、どっちかっていうと、ノーマルがね、ちょっと華奢なイメージがあるんですけど、で、今度のモデルチェンジもね、まあ、一応その想像、まあ、予想図みたいなのを見ても、やっぱそんなに変わってなくて、まあ、その、足回りとかね、お尻回りはね、どっちかって言ったら、そう、今とはそんなに変わんないような感じでね、まあ、言い方悪いけど、ちょっと華奢な感じはちょっとね、イメージ図ではしましたけどね。で、まあ、外観はね、で、フロントはね、ちょっとなんか、グッと締まるみたいな感じですけどね。まあ、多分ね、フィットとかね、あの辺みたいな感じ、ちょっと、ね、優しい顔なんだけど、ちょっとクッと締まった感じ、ああいう風になるんじゃないかってこと。それと、まあ、基本的には、一番大事なとこだけど、ハイブリッドね、今の僕が乗ってるね、その GP さんっていう、ハイブリッド、フリードのハイブリッドは、基本的にはハイブリッドって言っても、電気だけで走る場面はないんですよ。あくまでエンジンをアシストするためにね、モーターが回るってことで、常にエンジンを回ってるんですよ。走り出すと。エンジンプラス電気、ね。うん。で、あとは信号で止まった時とか停止した時に、アイドルストップ、ね、エンジンが、切れるということなんですけど、エンジンがね、止まるっていう形なんですけど、で、今のね、現行のフィットとかなんかはね、もう完全に普通の、よくあるハイブリッドカーみたいな、に、確かなってたと思うんですけど、で、今度のフリードもね、まあそういうフィットとかなんかと同じでね、電気で走ったり、エンジンプラス電気だったりとかね。まあ、よくあるハイブリッドのパターンね。そういう走行パターンのやつと、に、そういうよくあるパターンのやつにね、まるっきり変わるということですね。まあ、ハイブリッドの仕様が全く新しくなるという。で、それと、まあ、これもちょっと詳しい話は聞かんかったんですけど、多分、1500のね、ハイブリッドのタイプと、あと、まあ、1リッター、1000cc にしたやつのタイプ、うん。ね。で、まあ、1000cc にちょっと落としたのを補うために、ターボでね、ちょっと上げるという感じで。まあ、1000cc のターボのタイプと、1500のハイブリッドを見直したタイプね。多分その二つはね、多分出るんじゃないかなということで。で、ハイブリッドは、ハイブリッドじゃなくて、基本的にフリードはね、価格がね、僕の乗ってるその、6人乗りのね、ハイブリッドの仕様もね、まあ、基本的には200万超えちゃうし、まあ、フリードってね、基本的には安いグレードからも、グレードがね、いっぱいあって、結構140、50万からもあるんですけど、ハイブリッドになるとね、極端に高くて、やっぱ200万超えちゃうんですよ。うん。で、設定がどっちかっていうと、クラスにしてはね、高いんですよね、結構ね。うん。で、買おうかなと思ってる人が、実際金額出したら躊躇しちゃって、って言って、まあ別の、メーカーの車買ったりとかね、する場合も多いみたいなんですけど、まあその辺もね、価格体系も多少見直されるんじゃないかなっていうね、まあこれは雑誌とかなんかにもね、いろいろ書いてありますけどね。うん。まあ、その辺はね、多分その噂とか、まあ雑誌に書いてある通りにね、多分なると思うんですけど、まあその辺はね、結構やっぱディーラーさんもね、まあ、正式な、ことがね、決まるまではね、やっぱり一応口にできないってことで、まあ、いろいろね、突っ込みたかったんですけど、まあ、その辺もあんまり聞いても気の毒かなということでね。うん。まあ、とにかくそのエンジンの仕様がね、ハイブリッドに関してはもう、まるっきり変わると。うん。
で、まあ、さっき言ったみたいに、フリードは、その、モーターアシストのね、ハイブリッドで、まあ、完全に電気だけで走ることはないもんですから、ハイブリッドカーとしてはね、燃費あまり良くないんですよね、そんなに。21ぐらいかな、よく走って、カタログデータだとね。だから、今度のやつは完全に、エンジンが止まってる場合もあるから、このやつはね、25. いくつとかね、まぁ、ちょっとかなり良くなるみたいですね。燃費はね。うん。30まではいかないと思うけど、25. いくつとか、6とか。この新型のやつはね、多分、うん、燃費が良くなって価格が見直されてってことですから、まあ、フリードね、今考えてる人はね、まあ、今のモデルを買うにしてもね、まだ多分そのモデルチェンジというか、その発表の時にはね、まだその今の現行の方もね、多分手に入ると思うもんですから、まあ、新しいのが出てからね、じっくり比べてね、買った方がいいんじゃないかなってね、思いますね。まあ、新しいモデルが出るとね、安いモデル多少、残ってる部分はね、安く買えると思うもんですから、まあ、今の現行ね、を、ちょっと営業の人にね、お願いして、リーズナブルな値段で買うか、新型に、チャレンジするか。まあ、その新型は安くなるっていう、価格体系がね、安くなるということですから、まあ、現行のやつ、安くしてくれて、そんなに変わんないよっていう風になったら、ひょっとしたら、まあ、新しいね、ニューモデルの方を買った方がいいかもしれないし、ただね、さっき言ったみたいに、全体のデザインがね、こういう風になりますよっていう、その、想像図、ね、予想図みたいなの。あれを見る限りでは、まあ、個人的に僕は今、現行のやつを乗ってるから、乗ってるからね、そう言うわけじゃないんだけど、まあ、デザイン的には、僕が今乗ってるタイプの方が、自分としては好みかなってね。ちょっと思っちゃったかな。まあ、でもこれ正確な、その、デザインのね、その予定とかね、想像図ですからね。まあ、実際こうなるよっていう、絵じゃないもんですからね、CG の、そういう予想のね、これは。まあ、とにかくね、来年のお正月過ぎにはね、なんか一応発表になるみたいなこと言ってましたんでね。一回ね、まあ、検討中の人はね、一回じっくりね、考えた方がいいと思いますね。まあ、戦略的にね、安く買うんだったら、まあ今ちょっと狙い目かなというのは確かに、今のモデルでね、僕が乗ってる今の現行のモデルでもいいよなんていう人はね、今ちょっとまあ、その商談、まあ年末ね、ボーナスシーズンも近づいて、まあ年内にある程度その、まあ今ね、もう、これ生産はしてないと思うんですよ。まあ今現行にある部分、ね、を全部売りたいもんですからね、ディーラーさんは。メーカーさんはね。だからまあ今、まあ早く欲しいよって人はね、まあ今、商談はね、狙い目。かもしれないですね、まあ、とにかくね、あと1ヶ月、2ヶ月、まあ、年明けすぐに分かるわけですから ね、一回検証した方がいいと思いますね。はい、そういうことでね、今日は、フリードの車検、いくらかかったかというのの、お答えが、トータルで11万1309円で済んだ。って言った方がいいかな、で、一応ね、予定してた予算内には収まってよかったなというね、お話でした。